さて今週もバサジー大分の選手に密着。今回は背番号10番丹生谷和弘選手。バサジー一筋11年、通算281試合、157ゴールを誇る大分のエース。またフットサル日本代表としても背番号10番を背負うフットサル界の中心的な存在です。2月25日バサジー大分の練習場にやってきた丹生谷選手。おはようございます。今日は、北九州で練習試合をします。まあ、選手権に向けて最後の、実戦なので集中していい試合にしたいなと思っています。この日は来年度から新設される F2 リーグに参戦するボルク北九州とトレーニングマッチ。お互いに全日本選手権へ向けた最後の実戦ということで、早くも九州ダービーが実現しました。やっぱ選手権は F 以外のとこと当たることが予選では多いので、まあ、その対策も含めいい実践ができたなと思っています。そして試合開始、バサジー大分はボールを支配し北九州のゴールへと迫ります。日本代表招集のため先週からチームに合流した丹生谷選手、周りとの連携を確認しながら徐々にチャンスを作っていきます。ゲームキャプテンとして豊富な経験と実力でチームを引っ張る丹生谷選手。ゴールこそなかったものの、終始質の高いプレーでチームに貢献していました。試合は合計3セット行われ、バサジー大分は森村選手が3ゴール挙げるなどし、合計5得点2失点という結果でトレーニングマッチを終えました。バッチグースいや違うか、まあ、やっぱ得点を奪わないと勝てないんで、形も作れてるしディフェンスも強い、プレスもかけられてるので、もう本当最後のとこかなと。でそこを決めきれば本戦も勝てるだろうし、決めきりたいなと思います。最後に全日本選手権への意気込みは？優勝もうそれしかないですね。まあ、リーグ戦思うような結果を残せなかったので、まあ選手権はまずはグループリーグ突破をして、そして決勝トーナメントでも一つ一つ目の前の試合を、勝ち切って、優勝を目指して頑張りたいと思います。今シーズン最後の意地とプライドをかけた戦いに意気込む丹生谷選手、バサジー大分を勝利に導いてほしいですね。そして本日全日本選手権1次ラウンドでアグレミーナ浜松と対戦。頑張れバサジー大分。